不気味の谷擬人性の高いロボットを観察する人間を被験者とした感情的反応のグラフロボットの擬人性本校で述べられる森正弘の結果に対して決定される。不気味の谷は人間に近く見える人に似せた像に対する人間の感情的反応が否定的になっている部分である。不気味の谷現象とは美学、芸術、心理学、生態学、 ロボット工学その他多くの分野で主張される、美と心と創作に関わる心理現象である。外見的写実に主眼を置いて描写された人間の像を実際の人間が目にするときに、写実の精度が高まっていく先のかなり高度のある一点において、好感とは逆の違和感、恐怖感、嫌悪感、薄気味悪さといった負の要素が観察者の感情に強く唐突に現れるというもので、 共感度の理論上の放物線が断崖のように急降下する一点を谷に例えて、不気味の谷という、不気味の谷理論とも、元はロボットの人間に似せた造形に対する人間の感情的反応に関して提唱された。ロボット工学者の森正弘が1970年に提唱した。森は人間のロボットに対する感情的反応について、 ロボットがその外観や動作において、より人間らしく作られるようになるにつれ、より交換的、共感的になっていくが、ある時点で突然強い嫌悪感に変わると予想した。人間の外観や動作と見分けがつかなくなると再び、より強い交換に転じ、人間と同じような親近感を覚えるようになると考えた。外見と動作が人間に極めて近い。 ロボットと人間と全く同じロボットは見るものの感情的反応に差が出るだろうと予想できる。この二つの感情的反応の差をグラフ化した際に現れる強い嫌悪感を表す谷を不気味の谷と呼ぶ。人間とロボットが生産的に共同作業を行うためには人間がロボットに対して親近感を持ち得ることが不可欠だが人間に近いロボットは 人間にとってひどく奇妙に感じられ、親近感を持てないことから名付けられた。不気味の谷現象を生じさせる原因として論じられている仮説の一つに、人は転移が欠如しているためにその正体が確定できないものに対して恐怖や嫌悪を感じるという分離困難仮説がある。例えば、モーフィングで加工したイチゴとトマトの混合物の画像を見ても食欲がわかない。 犬のぬいぐるみに異なる動物のパーツを合体させた、画像に不気味さを感じる、など、人間とロボットの組み合わせに限らず、人は分離困難なものを回避する傾向があり、未知のものを避けようとする人はほどその傾向が強い、という研究結果がある。エネルギーは、企業広報誌であるが、一般的な広報誌と異なり、広範で総合的な内容を扱っていた。今日、 定約となっている英訳アンカニーバレーの書質は、ジャシア、ライヒャルトの1978年の書籍、ロボッツ、ファクト、フィクション、アンドプレディクションである。1980年前後に、英語圏にも紹介された後、その後のロボットの発展もあり、研究者らが意識したこともあって、2000年前後には、書店流通の雑誌に再録されるなど、広く知られた。 この現象は次のように説明できる。対象が実際の人間とかけ離れている場合、人間的特徴の方が目立ち認識しやすいため、親近感を得やすい。しかし、対象がある程度人間に近くなってくると、非人間的特徴の方が目立ってしまい、観察者に奇妙な感覚を抱かせる。原点ではさらに動きが加わると親近感も不気味さも大きくなると主張し、 国に成功な技師を国を超えたところに文楽人形を例に挙げている。森以外のロボット工学者の中には人間のようなロボットは現在においては技術の可能性に過ぎず森のグラフに根拠がないとしてこの法則を強く批判する者もいる。恋人の頭部のリアルなコピーロボットを制作したデビッド・ハンソンは実際には疑似科学だが 人々がそれを科学であるかのように扱っていると述べた。この原理はコンピュータ動画のキャラクターに適用されるようになった。アメリカの映画評論家ロジャー・イーバートは映画中の人間に類する生物の名キャップと衣装について不気味の谷の概念を適用した。不気味の谷はコンピュータ動画のキャラクターを作る時の難しさの原因であると考えられた。 コンピュータ動画を使った映画を批評するとき、ある映画に対する嫌悪感を説明するために、時々、不気味の谷が言及される。この原則によると、人間に良い感情を抱かせるためには、不気味の谷に落ちないように、登場人物には、人間的な特徴をより少なくした方が良いという結論になる。ホフマンの素直に登場する機械人形オリンピアや、ニーミン吉の、 狐に登場する三番奏を踊る人形など、人間そっくりの人形を不気味な存在として描いた作品は古くからあり、成功な人形に対する嫌悪感や恐怖心に共感する人々が当時にも少なからずいたことを示している。1970年代に実在の人間からそのまま型を取ってマネキン人形を作成する FCR 技術が登場し、 人間と区別のつきにくいスーパーリアルマネキンと呼ばれる成功なマネキン人形が流行した。しかしリアルすぎるマネキン人形への危機感からマネキン人形に着せた服が売れないという問題が発生しスーパーリアルマネキンは衰退した。近年の人形制作産業では不気味の谷に落ち込まないように実物に似せることよりも 人形としての美や実用性を念頭に作成されている。不気味の谷現象は猿にも見られる。プリンストン大学のショーン・エス・テコン・フィンガーとアシフ・エー、ゴザンファルが行った研究によると、5匹のカニクイザルに対し、猿の顔のデフォルメ画像、実物に近い CG 画像、実物写真をそれぞれ見せたところ、実物に近い CG 画像を凝視する回数が優位に、 少ないということが明らかになった。ESPN のページ2ではコラムニストのパトリック・ハルビーが伝統的なセンスにおける不気味の谷を説明している。ここではマッテン・ NFL06 のプレイヤーが多くの CGI 映画を脅かしている困惑するほど人間そっくりなキャラクターの特徴を示すことを指摘している。このコラムでは不気味の谷という用語を 毎年最下位のチームのファンと毎年準優勝するチームのファンのどちらがより多く経験するかについてのきちんと文書で立証された類似性の討論に拡張した。ハルビーはレッドソックスネーションのような毎年準優勝するチームのファンの方がチームの明白な優勝の可能性と優勝を目前にしてわずかに達しない歴史の間に横たわる。 不気味の谷のために一層苦しむと考えた。森正也は、e コマース等で広く使用される、レコメンデーションシステムにおいても、同様の現象があると指摘している。ユーザーの好みに近い情報や商品を提示していく。レコメンデーションも最初は興味を持ってユーザーは、反応してくれるが、あまりにもユーザーの好みやコンテキストを捉えすぎると、強い嫌悪感を誘発しかねない。 いわゆるビッグデータの活用等によるレコメンデーションシステムもこの不気味の谷が提起している問題に十分に配慮する必要があるのではないかということである。ありがとうございます。